WHO ・世界保健機関の幹部が外出制限の緩和が相次ぐヨーロッパについて、秋には第2波が来ると警鐘を鳴らしました。WHO のヨーロッパ地域事務局のハンス・クルーケ局長は、イギリスの新聞・テレグラフのインタビューに応じ、新型コロナウイルスの感染拡大の第2波に備え、引き締めを図るべきだと指摘しました。 また、ドイツやフランスイギリスなどで段階的に外出制限措置の緩和が始まっていることについて祝福の時間ではなく準備のための時間だと釘を刺しこの時間を賢く使い病院や集中治療室の収容能力を増やすべきだと訴えました。そののの上でこの秋には新型コロナウイルスの第2波と 季節性インフルエンザやハシカの流行が同時に襲ってくることを危惧していると警告しました。